で、今日はですね、ちょっとね、前に、YouTube で、誰だっけな、ちょっと今、俺、YouTube のコメント見れないから、あれなんですけど、コメントで、どうしてもそのサブスクの価格付けで困ってると、ね、で、サブスクの価格付けを教えてくれみたいな話が、ありましたので、今回はそのサブスクのプライシング、というね、かなりマニアックなテーマでお送りしたいと思います。ちょうどまさに今サブスク商品ですよ。おお、ありがとうございます。非常にマニアックなテーマで、多分これ聞き終わった後も、っていう感じになるかもしれないですけど、なるほどっていうよりは、っていうちょっと悩みが逆に深くなるかもしれませんが、まあ、ちょっとは賢くなって、終わっていただけるかなと思います。では、皆さんよろしくお願いします。インスタライブは途中で切っちゃうんで、そうではすい、ね。インスタの方、よろしくお願いします。皆さん、インスタも最近ちょっと頑張ろうと思いますので、フォローしてくださいね。あ とでリンク送ります。リンクとかないのか、インスタは。あ、あります、あります。あ、後はい。ほど。で、もしよろしければ、皆さんの仕事、まあ、なんだ、どんな商品を扱ってるかとか、チャットに書いてくれると、僕もなんかこう、皆さんの顔が見えるというか、ビジネスが分かるので、さっきまでライブでサブスク売ってきました、マジか。今聞いても仕方ないですね、もはやね。手遅れ的な、ね、話だというところですね。はい。ネイリスト。会計とそう、あと、財務コンサル。財務コンサルからネイリスト。広い広い。サーフコーチングってサーフィンですか？勤務医。絵画教室、セールスコンサル3年目。おほほほ。面白い。なるほど。では、皆さん、この話していく中で、分かんないことなどありましたら、随時チャットに入れてください。まあ、全部答えられる時間はちょっとあるかどうか分かんないんですが、拾えたら、拾っていきたいと思います。で、なんだっけな、これ録画してるよね。します。まずその前半、このサブスクのプライシングについてでお話しした後ですね、後半、これ実践コミュニティの方で、質問、募集してたのがありますので、そちらにお答えしたいと思います。結構ディープな質問だったんで、はい。では、早速入っていきますね。皆さんチャットで盛り上げてください。 ポンと。今日はですね、サブスク、いわゆる月額課金サービスっていうね、うちもたくさん売ってますし、まあ、スポンスラボとか、実践コミュニティとか、まさにこの月額課金のサービスになるわけですが、の根付けについて、お話ししたいと思います。まあ、ここ4、5年前ぐらいかな、から、サブスクっていうのが、まあ、流行ってきたというか、ね、社会にすごく認知されてきまして、それこそ牛角とか、その辺のレストランとかまでサブスクをやったりとかね、月額いくらで食べ放題とか、月額9000円でランチに行き放題とか、まあ、そんなのがね、出てきました。これ YouTube でも話したんですけども、うちは15年前、創業の時からずっとサブスク売ってます。で、15年前はですね、サブスクを売るとどうなったかというと、今じゃ普通の1ヶ月お試し、7日間無料お試しとかあるじゃないですか。あれをやって1ヶ月後に課金が始まると、めちゃくちゃ苦情が来ると。 ね、2ちゃんで叩かれまくると。 ね、でもそんなのを気にせずガンガン売るということをやっていました。で、今は時代的にですね、そういうことが全く起きない、ね、まあ、サブスクっていうサービスが認知されて、で、1ヶ月無料でっていうのはすごくベスプラでどこもやってることなので、普通にユーザーが受け入れてくれてるんで、消費者が受け入れてくれてるんで、非常にやりやすい時代になったんじゃないかなと思います。はい。で、それの根付けですね。難しいところです。まあ、サブスクはね、ぶっちゃけ、まあ、どんな業種でもやった方がいいとは思います。これ別途、レスポンスラボの特別講義で、安定する会社の作り方みたいな話があります。
それはサブスクが何がいいのかみたいな話をやってる講演なので、また見ててください。で、今日は僕、小川がお話しします。まあ、改めてですけども、大出版グループの代表をやってます。創業からね、まあ、15年間ずっとサブスク売ってますから、まあ、結構サブスクについては詳しい方なんじゃないかなと思います。今年はね、うちもサブスクだけで売り上げ年間 4,50 億ぐらいになりそうなので、まあ結構たくさん売ってるぞと、ね、いうところですね。なんか出ねえな、このポインター。ポインターは出てないですね。うん、しゃあないな、もうもはや、まあ、仕方ないな。多分ね、ズームとね、カンバがね、ちょっと競合し合ってんじゃないかなというね。はい。で、残念な話ですが、根付けにおいてですね、これが正解っていう回は、まあ、存在しません。実際、まあ、悩みながら、これでいいのかな、これで合ってんのかなと思いながらやるというところになりますね。だから、まあ今日の話聞いたからって、あ、じゃあいくらでやればいいんだっていうふうになると、約束はできません。値付けっていうのは難しいし、まあ、サブスクに限らずだと思うんですけども、あのそういうもんです。まあこれが正解はないんだけども、でも考えるべきポイントっていうのは、まあ、いくつかあります。なので今日はその考えるべきポイントをですね、皆さんと一緒に考えていけれたらなと思うところでございます。この3つですね、低価格、高価格か、これどう映ってるのかな、こうやってやってるけど小川さんは映ってます、ギリ映ってる、はい、会員獲得コストについてと、まあ、価格設定の参考ですね、についてお話したいと思います。じゃらん。これ低価格にするか、まあ、中価格帯は高価格帯にするかというところなんですけども、まあ、これはですね、結論から言うと、まあ、中小企業にとって、まあ、一番の間違いはですね、もう低価格路線で、まあ、たくさんの会員獲得を狙うということです。まあ、これね、マジで大体みんなやるんですよ。ね、サブスクって、まあ、あの多分みんな皆さんが見てるのは、それこそアップルのアプリのサブスクとか、ネットフリックスとかアマプラとかアマゾンプライムとかね、まあ、そういうの見てるじゃないですか。あれみんな安いんですよね。だからそのうちも安くっていうので800円とか900円とか500円とか、そういった1000円以下でね、まあ、確かに1000円以下だったら1回入ってくれれば、まあ、離脱しないのかな、がちなんですけども、それでやるのは、まあ、かなり大間違いだと僕は思っています。あの基本的に成功し た、あの試しありません。実際うちもですね、1000円以下で、900円とかでサブスクやったことあります。まあ、うちでやってるサブスクは一番安いのは、まあ、月額900円、980円で、一番高いのが、9800円とかな、1万円ぐらいかな。月2万とかなかったよね、藤井先生の。多分あ、年間20万とかね、まあまあそれぐらいかな。あ、まあいろいろその中の価格帯をまあいろいろやってきたんですが、まあ大体こうね、サブスク不慣れというかね、サブスクやろうっていうと、まあ、800円とか900円とかで入ったらずっとって思うんですけども、あのこれはまあ非常に大間違いで、まあ、うちもその結局900円とかで始めたサブスク全部廃止になってます。大体1年ぐらいやって、もうこれダメだってなって、これ何なんこれって、そうそうそう、何なんこれってなる。結局その制作するコストとか労力一緒じゃん、ね、制作するコスト労力一緒なんだけど、売上はもう全然立たないから、何をやるんだみたいな。で結局やっぱほらね、会社の中だと売上高い方の仕事に行っちゃうじゃん、リソースだから。リソースも割かれずに地獄みたいな、そう、地獄みたいな、これどうすんのみたいな、ね、これどうすんみたいなことが続くと。なのでこれは大間違いですと。で、これは価格の現実なんですが、ポイントですね、価格と会員コスト、これは正比例しません、ね。要は価格が上がれば会員獲得コストも上がる、価格が下がれば会員獲得コストも下がるっていうのが
普通に正比例しないってことですね。だから下げたからといってその分たくさん会員獲得ができるとは限らないし、逆に価格を上げたからといって会員獲得がその分難しくなると、その分減るっていうわけではないっていうことですね。まあ、つまりこういうふうにはならないってことです。これ俺見てるかな、このまあ、500円、980円、これ値段ね、こう上がっていくじゃないですか。で、値段が上がっていくと、値段が低い方が会員数がいっぱいいて、値段が上がれば上がるほど会員数が下がる、ね、これが要は一直線でなってて、こっちも一直線で下がるって、こういうふうにまあ思いがちじゃないですか、我々どうしても。これ見えてるのかな ちょっと見えてる、この見えてます、見えてます、株が切れてるぐらい。っていうふうにまあ思いがちだけど、実際はこうはならなくて、まあ実際はケースバイケースなんですが、